はい、こんにちは、全活の領導です。はい、お盆が終わりましたね。皆さんはどんなお盆を過ごされたでしょうか。まあ、実家に帰省する人であったりとか、旅行に行く人なんかもいるかと思うんですけど、まあ、今年はちょっと新型コロナウイルス感染拡大防止のためですね、まあ、自粛された方も中にはいるかと思うんですけども、まあ、一般的にはこの季節というのはですね、休みになるかと思います。ただ、お坊さんにとってはですね、まあ、1年で一番忙しいと言っても過言ではない季節になります。で、それはなぜかと言いますと、まあ、多くのお寺ではですね、棚経と呼ばれるお勤めをすることになります。棚経というのはお盆であったりとかお彼岸の期間にですね、お檀家さんのご自宅を伺って一軒一軒お経をあげて回ることを言います。私も毎年この時期はですね、北海道にあるお寺の棚行を手伝っております。今回の動画では今年のですね、棚行で、まあ、お檀家さんから言われた印象的な言葉についてですね、まあ、感じたことをお話ししたいと思います。それではよろしくお願いいたします。まずはじめにですね、棚行についてお話ししたいと思います。まあ、先ほどもお伝えした通り、棚行というのはお盆の期間にですね、各々の家で設けている少量棚、またお仏壇の前でお坊さんがお経をあげて回ることを言います。お盆という行事の由来はですね、まあ、仏説裏盆経というお経が元になっております。簡単にお経の内容を説明しますと、餓鬼道に落ちた木蓮尊者のお母様を救うためにですね、お釈迦様の助言通り、暗号が明ける7月15日に修行僧お坊さんを集めて、供物を献じて、独居を供養してもらうことによって、まあ、亡き母が救われるといった内容になっております。こちら詳しくはですね、新光さんが過去に動画であったりとか記事であげてますので、そちらをご覧ください。で、このお経が由来になっているためですね、まあ古くからお盆の期間にはですね、お坊さんを招いて食べ物であったりとかお布施をして、そして独居供養してもらうという習わしがあったそうです。それが江戸時代にお寺とお檀家さんという地団関係を結ばれたことによって、お檀家さんの家を一軒一軒回って独居するという現在のですね、棚行の形となっていきました。まあ一説によると隠れキリシタンを探すためだったとかというふうにも言われております。だからそれはまあはっきりとは分かっていないんですけども、一軒一軒回るというのはもしかしたらそうした理由もあるのかもしれません。ただ棚行と一言で言っても地域ではお寺によってやり方というのは様々あります。例えば8月の13、14、15のお盆の期間で全てのお檀家さんを回るというお寺もあれば、初盆や新盆のお檀家さんの家だけ回るというお寺もあります。申し込みがあったお檀家さんのみ行うというところもあれば、まあ、棚行は一切行わないで、お盆の期間にですね、お檀家さんを集めて、まあ、世辞法要なんかを行うところもあります。また、お彼岸にも棚行を行うというお寺もあります。ただ、最近はですね、新型コロナウイルスの影響で、まあ、棚行を中止したりですとか、また、規模をですね、縮小しているお寺が多くあるというふうに聞きます。また、読むお経もですね、長いところもあれば、かなり短いお経でまっすぐ次に回らなければいけないというお寺もあります。このように、棚行といってもやり方に決まりがあるわけではなく、そのお寺によって、様々なやり方で行っております。私が手伝っているお寺はですね、まあ、お檀家さん全軒回るんですけれども、まあ、全軒回るといってもその希望制になるので、あ、うちは来なくていいですというところは伺わないんですけど、それでも基本的には全軒回ります。そして、お盆の期間だけだと全部回りきれないので、まあ、8月の1日から12日までかけて、まあ、数人のお坊さんで手分けしてですね、お経をあげて回ります。で、大体私は、1日30軒から40軒ほどのお宅を回らせていただきました。まあ、朝スタートがですね、7時から回り始めて、大体午後までですね、ずっとかかるんですけど、まあ、その間結構休みなくずっとお経をあげて回ることになります。まあ、回る件数も多いということと、またコロナ禍ということもあってですね、なかなかこう、お経をあげた後にですね、ゆっくりお茶を飲むなんていうこともなく、会話といえばですね、まあ、今日は暑いですね、とか、まあ、すごいオリンピック盛り上がりましたね、みたいなことをですね、まあ、2、3個と交わして、すぐ次に行くということが多かったんですけども、短い会話の中でとても印象的な言葉をですね、おっしゃるお檀家さんが中にはいらっしゃいました。で、それはですね、こう、お経が終わって、そして振り返って、まあ、お盆のお勤めは以上でございますというふうに言うんですけども、まあ、その後にですね、いや、とても安心しました、ほっとしました、という言葉をですね、かけられることがありました。このお檀家さんからすると本当に何気ない一言なんと思うんですけれども、まあ、確かにその表情からはですね、ほっとしたような安堵の表情が伺うことができました。まあ、この安心という言葉、まあ、一般的には濁らずに安心というふうに言うんですけれども、仏教ではですね、濁って安心というふうに言います。
で、何か不安なことであったりとか心配事が起きた時にですね、仏教の力、仏法の力によって心が平安無事な境地に至ることを安心というふうに言います。これまでもですね、私は一般の方に座禅や写経を体験してもらった後、また仏教のお話をした後にですね、心が軽くなりましたとか、すっきりしましたというふうに、楽になりましたというふうに言われることがあったんですけども、これが仏教における安心だったのではないかと思います。それはですね、ご先祖様を供養したことによってほっとできた気持ちもあると思いますし、また不安が多いこの世の中で今年もこうして無事にお盆を迎えられた気持ちからですね、発せられた言葉なのかもしれません。棚経という行事ではですね、座禅をしたりですとか、また仏教の教えを伝えたり悩みを聞いたりということはないかもしれないんですけども、お坊さんとしてお経を読んでエクをするということに対してですね、この安心を与える、安心をもたらす、そういう功徳があると実感した瞬間ではありました。で、先ほどもお伝えした通り、棚経という行事はですね、お坊さんの心持ちとしては、夏の暑い中ですし、黒い衣をまとって休みなくお檀家さんの家を回ることになりますので、楽ではないんですよね。本当に暑さと疲労でぼーっとしてしまうこともありますし、またお坊さんに対してのクレームもよくあるんですよね。私自身もお経短くないですかとか、あとは来る時間が早いとか遅いっていうのはですね、結構言われるんですよね。ただ、この5分ほどの読経の時間を本当に心待ちにしてくれている人もたくさんいらっしゃるということも実感します。だからこそ一件一件姿勢を正してですね、声をしっかりと出して心を込めてお経をあげてエコーをするということ、これが当たり前かもしれませんけれども、これが何よりも求められていることなのかなと思います。で、ご先祖様であったりとか、亡き人の対しての供養と、ご家族のお檀家さんのこの安心に携わっていると、これが責任感を持ってですね、来年からもですね、棚経というのを務めていきたいと思っております。はい、今回はですね、私が棚経で感じたお話をさせていただきました。この動画が面白かった、参考になったという方ですね、チャンネル登録、高評価ボタン、またコメントいただけたら嬉しく思っております。それではご視聴いただきましてありがとうございました。